こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは、火山セが地球の最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、火山速攻ですね。昨日、富士山の東で地震が発生いたしました。この地震は、沈み込むフィリピン海プレート内部で発生したスラブ内地震だったわけですね。ということで、昨日の地震と富士山は離れておりますので、昨日の地震と富士山は全く関係がないということになるんですけども、なんと言ってみさん、 そんな富士山でガチで地震が発生していたということが新たに判明いたしました。そしてですね、皆さん、この地震、ただの地震ではありませんでした。なんと、この富士山、実は3倍の地震が発生していた疑いがあるという、とんでもない情報が入ってきたわけであります。え今日の動画では、この3倍の地震が発生する富士山、今後大丈夫かどうかということで、詳しくお話しさせていただきます。 はい。というわけで皆様、今日もよろしくお願いします。まずは、事件が起きた場所は、西の島から北に925キロほど行ったところにいます。静岡県と山梨県の県境にあります。富士山ですね。標高3776メーター。日本一高い山。それが富士山でございます。この富士山の南には、白糸の滝と呼ばれている、非常にね、 美しい滝があるんですけどもね、皆さんご覧ください。はい。で、なんとですね、皆さん。この富士山のですね、白糸の滝ってどうやってできたのかというと、富士山の溶岩が作り出した滝であるということですね。詳しく見てまいりましょう。溶岩というのはね、こんな感じの噴火した時に出る熱々のドロドロのギヤーっとしたやつですね。はい。 なんとね、富士山の溶岩が滝を作ったんだということです。どうやって溶岩で滝を作るのかということがございまして、え見て参りましょう。 まずですね、ここにね、富士山の斜面が、坂道があったといたしましょう。で、この坂道ですね、泥で覆われていたわけです。そんな中ですね、この状態で水が流れるとですね、さーっとね、水が流れていくだけで、水はですね、溜まることはないんですけども、そんな中ね、富士山で大昔噴火が起こりまして、この富士山の斜面に溶岩が流れたんですね。名前は白糸溶岩と言います。 この白糸溶岩ですね、えー、カチコチに固まりまして、お、このね、岩になったわけです。そしてその後ですね、この溶岩と泥の間に、雨水がですね、ポタポタ、ポタポタと、えー、溜まるようになっていったわけです。そしてですね、この溜まった水が、えー、このふもとに流れることによって、白糸の滝が作られるようになったんだということなんですね。ということで、この白糸の滝というのは、溶岩で生まれた 先なんだよということなんですね。皆さん面白いですね。はい。で、そんな中ですね。皆さん、この富士山で新たな地震が発生したということで続きまして見ていきたいというふうに思います。この富士山ですけどもね、実はこういうふうに静かな、おとなしいように見えるんですけども、地震が起こることがあるんですね。実際の証拠がこちらです。こちら富士山の過去20年間の地震活動を映しております。 ちょうどですね、これ空から見た富士山だと思ってください。この星マークのところがえ富士山の山頂ですね。見ていただくとですね、皆さん、この赤丸のところ。 おびただしい数の地震、ギヤーッとね、発生しているんですね。この丸と三角がですね、発生した地震です。で、この富士山ですけど、過去20年間で少なくとも数千回の地震が、ギヤーッ、ブワーとね、起こっているということです。で、これらの地震はですね、マグニチュード1前後の小さな地震がほとんどあるということでね、まあ、おびただしい数の地震が富士山で起こっているんだということになります。で、 どうしてね、この富士山で地震が起こるのかということなんですが、実はこの富士山ですね、大きく2種類の地震があるんですね。まず1つ目が、断層がずれ動く地震。2つ目が、マグマの地震であります。4つ見ていきましょう。まずは、断層がずれ動く地震ということで、富士山の直下にですね、断層があるわけです。で、この断層がですね、ギヤッとずれ動くことによって、地震が発生することがあるんですよということですね。はい。で、 この、えー、断層タイプの地震なんですけどこちら富士山の山頂だと思ってください。で、断層タイプの地震はですね、おおよそこの、えー、ピンクの色のところですね、この辺りで発生いたしまして、地下、えー、5km から 15km の辺りで地震がですね、集中しているという特徴があります。で、えー、この、えー、断層タイプの地震ですけども、この辺りでね、こんな感じでギャッ、グーッ、ブワーッという風な感じで、ええー,ーという感じでね、えー、地震が起こるんですよということになるわけですね。 では、なんで、この富士山で、断層タイプの地震が起きるんでしょうかこれ、大きな一つの要因としてですね、実は、伊豆半島が衝突しているから説というのがあるということです。え、どういうことかというとね、まずですね、この富士山の南ですけども、静岡県伊豆半島があるわけですね。これ伊豆半島で、この辺りがちょっと富士山になるわけですけども。で、この伊豆半島ですね、もともとどうやってできたのかと言いますと、 大昔はですね、実はえ火山島だったわけですね。で、そんなえ火山島の伊豆がですね、本州にですね、え接近してギューッとね、衝突して、で、本州と伊豆が、まあ、合体することによって、今の伊豆半島がえできたわけです。これ横から見るとね、えこんな感じになっていて、えフィリピン海プレートにもともと伊豆が乗っかっていたと。で、えこの伊豆がですね、本州にギューッと近づいていって、衝突合体して、今の伊豆半島ができたわけです。 で、実はですね、この、え、伊豆半島なんですけど、今もね、大陸プレートギギギッと押し続けているんですよということです。すなわちですね、これ、伊豆半島は富士山をですね、ギギッと押しているわけなんですね。で、この、え、富士山にはですね、直下には断層があるわけです。で、この富士山直下の断層が、伊豆半島にギギギッと押されることによって、ギギギッと地震が発生するんだと、 いうことなんですよ、皆さん。こんな感じでね、富士山に地震が起こるんだということで。で、ほとんどが小さな地震なんですけども、たまに大地震が起こることがあるわけです。それが2011年の3月15日に発生いたしました。マグニチュード6.4、地下深さ1 4トルポンズが粉々になってしまう、震度6強のね、地震が起こったわけですね。 で、この地震ですけども、これもですね、富士山の直下の断層がずれ動いて、大きな地震が起こってしまったということになります。では、なんで富士山で震度6強の地震が起こったのかということなんですけども、これはですね、ズバリ、こちら、東日本大震災が大きな原因だったということですね。東日本大震災といえば2011年のマグニチュード 7. 点、ま、マグニチュード9.0、ポンズが蒸発する震度7の大きな地震でしたけども、 はい。実はね、この2011年3月11日に震度9がギューッと起こった後に、4日後に富士山直下ギューッとですね、6強のですね、地震が起こったということですね。で、この富士山の地震は、この東日本大震災の巨大地震が原因で発生した大地震になります。このような地震を誘発地震というわけですね。 で、なんで、東日本大震災によって、富士山の地震は誘発されたのかということですが、これは、大陸プレートが引っ張られたということが一つ考えられますね。東日本大震災とはですね、大陸プレートがぴょーんと跳ね返ることによって発生する地震でありますけれども、この東日本大震災によって、地面のバランスが大きく変化してしまったということですね。大巨大地震前はですね、えこの 太平洋プレートが、大陸プレートギュギギュッと強く押していたと。そんな中ね、東日本大震災が起こりますとえ、この太平洋プレートの押す力が弱くなってしまったんですね。その結果、大陸プレートは東に強くギュギギュッと引っ張られることになってしまいました。その結果ね、見てください。これあの、 星マークが東日本大震災が起こった場所で、これ矢印ね、見ていただくと、この日本列島がですね、東に大きく引っ張られていると。もちろんこれ富士山のところもね、引っ張られているというのがわかりますね。で、まあ、その結果ね、富士山のこの直下の断層が引っ張られたわけです。でその結果え、富士山の直下で震度6強の大震災、ギヤーっとですね、起こってしまったということにえなったということですね。 はい。ということで、まあそういった地震も起こりますよということです。そして、二つ目のタイプですね。マグマの地震も起こることがあるよということですね。富士山の直下にはですね、マグマがあります。このマグマがですね、原因でギューとですね、地震が起こることがあるんですよということです。 で、ちょうどですね、富士山のですね、この断層の地震は15キロから5キロに集中しておりますけども、マグマの地震はですね、実はもっと深いところですね、ちょうど地下15キロから20キロぐらいのところで、この青いところで特に地震が発生すると。で、ここでマグマの地震が発生するということは、やっぱりね、この辺りにマグマがありまして、たくさんの地震がですね、起こるということが考えられるわけですね。 はい。では、なんでえ、富士山のマグマの地震が発生するのかということですが、これは大きく二つの要因があります。まず一つ目はえ、このマグマが動いたり、泡吹くができるからなんだよということですね。はい。まず一つ目ですね、これ。マグマが動くということによって、 震度0のですね、小さな地震がす、ね、イエーッと発生すると。で、二つ目が、このマグマの泡吹くです。マグマの泡吹くはですね、ブクブク、ブクブク,ブクと、できるということですね。マグマの泡吹くができることによって、イエーッと地震が発生するということですね。ちなみにですね、この富士山のマグマの泡吹く地震ですけども、え、2000年からですね、2001年にかけてね、もう急増したということで、2000年11月に200回のね、泡吹く地震が発生いたしました。これは、 富士山の中でですね、青くはボゴ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 、できまして、たくさんの地震が発生したということが考えられますが、こういったですね、マグマの地震というのは実は、 噴火の前兆となることがあるんですね。なんでそう言えるかというと、マグマに泡吹くができると、マグマが軽くなって噴火してしまうからですね。はい。まずイメージしていただきたいのが、この、吹き出る炭酸ジュースであります。なんで炭酸ジュースって吹き出るのかというと、泡ができてジュースが軽くなるからですね。このジュースの中にですね、泡がギヤーッとできていくと、ジュースが軽くなります。結果です、ね。ええーっとですうえってね、あの、吹き出るということですね。 で、これが、ま、吹き出す、え、原因になりますけども、これとですね、あの、噴火も似ているんだということですね。え、このマグマもですね、炭酸ジュースのように、泡吹くがポコ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 と、え、できるわけです。結果、マグマが軽くなりましてうわー、うわーっとですね、このマグマが昇っていきまして、え、噴火するということですね。はい、ということで、炭酸ジュースと似ているということです。 で、2000年11月に、えー、富士山で、1日に200回を超えるね、マグマの地震が発生したと。これはですね、もうブクボクボコっとね、マグマの泡ができていたと。マグマが軽くなっていた可能性があるわけです。ということで、これね、もう噴火してもおかしくなかったんですよ。まあ、ところがね、これ噴火しなかったということで、これは運が良かったということになるわけですね。これあの、危ないですね。こういうのが起こると。はい。で、 そんな中ですね、皆さん、この度、え、この富士山ですね、え、このおとなしいように見えますけども、先日も新たな地震が起こっているということが判明したということで続きまして、この富士山の最新のね、地震活動を見ていきたいというふうに思います。こちらが最新の富士山の地震ですね。まずは断層タイプの地震ですけども、8月はですね、6回ぐらいの地震が起こっております。今のところ特に異常は見られてないかなというふうに思いますね。 そして、マグマの地震もですね、8月は7回ほど見られております。ということで、ね、この8月もですね、地震が起こっていると。まあ、あの、今のところ地震は観測されていますが、特にですね、異常は見られないということですね。ということで、実はね、この富士山っておとなしいように見えますが、今も地震が起こっていると。まあ、異常はないということなんですけど、地震は起こっているということで、特にね、注目なのは、 マグマの地震が発生しているということなんですよ。で、これは、未だにですね、富士山というのはマグマが生きていて、将来噴火する可能性を示唆するわけですね。はい。で、ここまで動画を見てですね、はい。へ、富士山で地震ってそんなに地震起こってねえじゃねえか。ここまで動画を見て損したぜ。こっちは牛肉笑うのにすげしんでよって思って、思われたそこの奥さん。 ちょっと待ってくださいよここからがね、あの重要であるということなんですけども、あの、そうなんですけども、あの、富士山というのはね、おとなしいように見えるんですが、実はね、今、富士山というのが、めちゃくちゃね、活発化している説というのもあるんですね。ということで続きまして、富士山活発化説ということで見ていきたいというふうに思います。 静岡県立大学の研究によるとですね、実はこのおとなしそうな富士山では大きく3つの事件が起きていたわけです。まず一つ目、実は富士山のマグマの地震は3倍発生しているということ。二つ目、2011年に実はマグマが動いていたということ。三つ目、東日本大震災以降、富士山の地震が活発化しているということですね。一つ見ていきましょう。まずは、 実は富士山のマグマの地震は3倍発生しているんだということですね。2003年から2019年にかけて、富士山ではこれまでにマグマの地震が観測されているわけですね。で、この2003年から2019年のマグマの地震なんですが、合計で2000回観測されたというですね、まあ、結果になっているわけです。これは国が発表した見解ですね。ところがですね、皆さん、 その後、静岡県立大学がマグマの地震をより詳しく解析を行ったんですね。その結果ですね、このマグマの地震というのは、 合計2000回ではなく、6000回発生していたということが判明したということです。ということで、つまりこれは何が言えるかというと、データをより詳しく調べると、3倍のマグマの地震が発生していたというですね、事態だったということです。つまりこれは、富士山おとなしいように見えますが、富士山のマグマ、思ったよりも活発であるということをですね、示唆するということですね。これは気をつけないといけません。はーい。これ危ないですね。 そして、二つ目が、2011年にマグマが動いていた説というのもあるということです。これどういうことかというとですね、今日ご紹介した通り、東日本大震災の影響によって、富士山4日後、震度6強の誘発地震が起こったわけですけども、この富士山ですね、震度6弱の直後ですね、これね、もうこう、こんなね、富士山の直下で大きな地震が起こってしまえばですね、これ、もう誰もがね、噴火すると思っていたわけですよ。 ところが、どっこい、この富士山ですね。震度6強の地震が起こったにもかかわらず、噴火しなかったんですね。これを、富士山平成の噴火未遂事件と、言われたり、言わったり、言わすげや。はい。<laughs> ちょっと噴んですみません。はい。そういうわけなんですよ。はい。で、なんでね、これ、あの、富士山が、噴火しなかったのかと、ということなんですけども、 これはズバリ、マグマが横に引き伸ばされただけ説というのがあるということです。これどういうことかというとですね。まあ富士山の直下に断層があったわけです。で、この断層が原因で2011年に震度6強大震ギヤーッと起こったわけですね。で、この地震はですね、実は断層が横にずれ動く地震だったわけです。で、この時に断層がね、ずれ動いて横にずれたんですけども、で、この時に、 地面が横にずれたわけです。地震によってね、横にずれ動くんで。で、結果ですね、マグマもですね、地面が横にずれた時に動いたわけです。で、マグマはどう動いたかというと、地面が横にずれただけだったので、マグマはですね、ピローンと横に引き伸ばされたということが起こったと。で、そのために、まあ、噴火しなかったというですね、ことが起こったということです。で、 この震度6強のですね、地震ですね。まあ、すなわち、ま、断層がずれる地震のみだったということです。で、当時の見解はですね、この断層がずれる地震だけで、マグマの地震は起こっていなかったという結果だったんですね。で、ま、あそのために、まあ、マグマはね、大きく動いていないということで、まあ、安全だったんだろうと、まあ、大丈夫だったんだろうということにね、見解になっていたわけですよ。 ところがどっこいですね。なんと、この地震を詳しく解析すると、富士山のマグマが実は動いていたことが判明したと。これどういうことかというと、2011年の6、2011年震度6弱の地震が起こったんですけど、この地震によってですね、この富士山の地下が、地面がペリッと割れてしまったということです。で、この割れ目にですね、マグマがですげ、ね、えっと侵入したと。 で、このマグマが侵入することによって、実は、マグマの地震がですね、発生していたということが、え、分かったということですね。ということはですよ、皆さん、これ、要はですね、2011年の震度6弱地震によって、富士山のマグマが動いたということを示唆すると。マグマ動いたんですよ、皆さん、富士山の、この2011年に。ところがね、マグマ動いたんだけども、 噴火しなかったということで、これはね、本当に、あの、運が良かったとしか言いようがないですね。そういう状況だったということはですね、これ、頭に入れておく必要があるということですね。はい。もう、一歩先に行くとね、もう噴火するということだったのかもしれないというですね、示唆するデータですね。そして、三つ目はですね、東日本大震災以降、富士山の地震が活発化したということであります。 この2011年以降ですね、富士山のマグマの地震が予想よりも1.3倍増加していると。これは富士山がもう活発化してきているということがですね、示唆されるよということで、これも気をつける必要があります。で、このね、気象庁がですね、発表される、えこのマグマの地震ですね、8月は7回観測されたということなんですけども、実はこれ今日ご紹介した通りですね、すべての地震が検出できていない可能性も、 あるということです。ということで、このデータだけで安全かどうかはわかりませんねということで、これは気をつけないといけません。少なくとも一つ言えることは、富士山はいつ噴火してもおかしくありません。なぜか、それは噴火のお休みがそろそろ終わりそうということと、 巨大地震と富士山噴火の連動があるからですね。まず一つ目が、そろそろ噴火終わりそうと。なんでかというと、富士山というのは、50年から350年に1回ですね、最近は噴火しております。で、最後の噴火から300年以上が経過しているということで、まあ、そろそろね、時間的には噴火してもおかしくない時期に来ているんだということですね。 そして二つ目が巨大地震と富士山噴火の連動ということですね。例えば有名なのが1707年の宝永の南海トラフ巨大地震です。この地震から49日後に富士山で噴火しております。ということでね、この南海トラフですね、先日も話題になりましたけども、巨大地震というのは、ま、いつ起きてもおかしくないわけですよ。 で、もし、この、いつ起きてもおかしくない巨大地、ギャーッとね、発生した場合、ブワーッとですね、釣られて富士山で噴火する。そういったことは十分に考えられますね。はい、ということで気をつけていただきたいと思います。もし噴火したらどうなるのか。大噴火のシレーションですね。ちょっとやってみるとですね、こんな感じです。もし大噴火を起こすと、え噴煙1.5万メートルから2万メートルの大噴火の恐れがあり、街にね、火山灰が降ってしまうということですね。 火山灰によって通行止めがなされます。そうすると、首都圏の6割の住民に物資が届かないという大問題が起こるわけです。さらに、溶岩ギヤッとね、流れて、この溶岩がですね、住宅を破壊することもあるということです。実際にですね、これハワイの2018年の噴火ですけども、溶岩によって街がギヤッとですね、破壊されているということやね。 はい。ということで、まあ、このようにですね、ハワイの時は100以上の住宅が壊されたということで、ま富士山も同じようなことが起こってもおかしくありません。アイスランドでもね、同じような事例がありましたけども、まあ、そういったことがですね、一言ではないということですね。ということでね、え、今後も富士山気をつけていきましょう。また新しい情報が入りましたらお届けい,いたしますの、ね、で、情報を見逃さないためにも、 ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。で、今日ちょっとですね、おまけでお話ししたいことがあります。今日はですね、この富士山の地震についてより詳しく見ていきました。え地下ですね、15キロから5キロのところは断層の地震。より深いところはマグマの地震がね、発生するよ、ということでえご紹介しましたけど。じゃあこれ、どうやって見分けられるのかということなんですが、つまりこれ、地震の種類が違うので見分けることができるんですよ、ということですね。詳しく見てまいりましょう。 地震とはですね、波の一種ですね。で、波にはですね、仲間がいるわけです。で、これが地震で、地震というのは波の一種なんですよということですね。はい。まあ、地震がギャーッと発生すると、地震波と呼ばれている波がですね、発生して、その結果、家がギャーッとですね、揺れるわけですね。 で、この地震波を絵に描くとですね、こんな感じの波形が描けるんですけど、これどういうですね、ことを表しているかというとですね、まあ、こんな感じで、たくさんの波が集まっているというようなね、状態なんですね。はい。で、これが地震波というものです。 で、今日ご紹介した通りですね、地震には断層がずれ動く地震とマグマが原因で発生する地震があるというふうに言いました。で、実はね、この二つの地震というのは、それぞれが地震の波形が違うんですね。え、断層の地震なんですけども、たくさんの波がですね、集まっているという特徴があります。一方でマグマの地震というのは、波が少ないという特徴があるんですね。 で、ま、あそういったことからですね、地震波形ですね。まずはこの断層の地震ですけども、波が多いということで、もうギザギザがね、めちゃくちゃ細かいんですね。一方で、マグマの地震というのは、波が少ないので、ギザギザがですね、荒くて、こういう風にね、こうギザギザを見分けることができると。まあ、こんな感じで、地震波形を見,見ると、断層の地震かマグマの地震かっていうのをですね、まあ、ざっくりとね、この、えー、推測することができるということです。 で、この富士山山頂で発富士山で発生する地震ですね。まず、この地下5キロから15キロに集中するこの地震ですけども、波が多いギザギザな地震が発生すると。そのために、断層の地震だねということが推定できます。そして、より深い地震ですね。15キロから20キロに集中する地震。波が少ないですね、地震が発生するということで、これはマグマの地震であろうということが、まあ、推測して考えることができるんですよということになるわけですね。 はい、ということでございます。でえ、今日一番言いたい、これ、何かと言いますと、え今日はですね、こう富士山の地震について詳しく見ていきました。富士山の地震、原因は大きく2つですね。直下に断層があって、ギャッとずれくく地震か、マグマが原因で、ウエーッとして地震が発生するか、どちらかであるということです。で、この富士山ですね、一見ね、おとなしく見えますが、2003年から2019年ですね、 国が発表した情報によると2000回の地震がですね、マグマの地震が発生したということなんですが、その後静岡県立大学がマグマの地震をですね、より詳しく解説系を行ったところ、マグマの地震は2000回ではなく6000回発生していたということです。で、これは3倍のですね、マグマの地震が発生したということになりまして、思ったよりもマグマは活発ですよということです。そしてもう一つがですね、2011年の東日本大震災の後に、富士山直下で震度6弱の誘発地震が起こった わけで、すねでこの時にですね、断層がずれる地震でマグマの地震はなかったとされていたんですけども、実はこのえマグマがですね、この地面にね、この震度6弱の大地震によって、地面に割れ目ができていて、割れ目にですね、マグマがギヤッと侵入してね、マグマの地震が実は起こっていたということが判明したと。要は、2011年の震度6弱地震によって、 富士山のマグマが動いたと。マグマが動いたんだけども、噴火しなかったということで、これは運が良かったんですよということですね。で、2011年以降ですね、富士山マグマの地震が予想よりも1.3倍に増加しているということで、こちらも活発化している可能性があります。一見ですね、今の観測される富士山は、え、これ地震が少ないように見えますが、 実はすべての地震が検出できていない可能性があります。このデータだけで安全かどうかはわかりませんよということです。一つ言える事実は富士山いつ噴火してもおかしくないということでございました。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 これからの地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイとものチャンネルと高評価よろしくお願いします。西の島 T シャツ販売しております。よ,よろしくお願いします。9月7日のメンバー限定講義は40億年前の地球最古の岩、アカスタヘンマガンということでお話しさせていただきます。メンバーの収益の1部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様メつも本当にありがとうございます。では今日の問題です。2011年3月に富士山で震度6弱地震の 地震が起きた原因は、マグマが原因、断層が原因、ダンゴムシが飛び跳ねたのが原因、宇宙のパワーサットでしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。今日、今回はこちらのウェブサイトを参考にさせていただきました。3D 見てみにしみちきる、ふじゅり、ウィッティシビジュウッテュー、ュイリュウビビディ